はい、みなさんこんにちは、ハレルヤプロの角田健二です。どうも、トモハッピーです。はい、というわけで、はい、前回引き続き、この組み合わせでやっていきたいと思うんですけど、今回は前回コメントでいくつか、ご要望があったのでレガシーをやってみたいと思います。こちらも要望してたしなんですね。そうですね、レガシーやりたいって言ったんで、新スターンしかやらせてくんないそうですね、毎回コピーカード使ってやってたんですけど、はいはいはい、今回は、たまにはレガシーやってみようということで、今日はレガシーやっていきたいと思います。いいね。レガシーも結構一番好きなフォーマットで、暇があったらずっと遊んでるんですけど、うんうんうん、俺最近ブースターブリッツの方が好きブースターブリッツの、ね、サクッとできてさ、動画向きだし楽しいし、前やったよね。そうですね、一回動画でブースターブリッツの電動詩的な組み合わせってことになってる世の中でもう10分ぐらいで終わるんで、うん、はい、結構みんな合間にやったりしてますが、はい、今日は構築ということでレガシーやっていきたいと思いますけど、最近のカードって結構レガシーとかモダンにもバンバン影響を与えてまして、特にそれが一番顕著なのこのフェニックス。本当だ、このフェニックスじゃないかなと思うんですけど、まあ、もうモダンで主役といっても、これめちゃくちゃ強いからね。いや、すごいですね。最初気づかなかったんですけども、モダンでは主役級、レガシーでも最近週に1人は絶対 5-0 してるぐらい活躍してるデッキですので、まあ、いろんな形があるんですけど、メンターが入ってたりとか、青白黒バージョンとかもあるんですけど、今日は、グリクスを使っていきたいと思います。グリクシスってちょっと言いづらいよね。言いづらいですけど、僕一番カラーリング的にはグリクシス、うん、カラー的にはニコルボーダスカラーだもんね。そうですね、剣が大好きな。あとね、こっちはね、はい、プテラマンダー、プテラマンダーが入ってます。はい、まあ、スタンダードの青タンとかでも大活躍中ですけど、はい、いつもレガシーだとすぐ1マナで出ちゃうんで、プロツアーで発表された次のプロツアーロンドンモダンなんですけど、うんうん、ちょっと珍しい新しいマリガンルールを採用するらしいので、今回そのルールで実際にやってみようかなと思います。そのマリガンルールはちょっとおさらいすると、何回マリガンしてもまず7枚引きます。マリガンかキープ決めます。キープの場合にね、マリガンした回数だけ手札を山札の下に送るっていうね、ルールで合ってますか？合ってました、合ってました。はい、合ってる、そうです。はい、なんかこのマリガンルールはムラガールデッキほど強くなるんかな。コンボデッキとか爆発力が高いデッキの方がこうやって7枚見ていらないカードだけ下に送れるんで、そうですね、いきなり見れる枚数が多いんで、なんか特にヴィンテージのバザールが入ったデッキとかはこのルールだとすごいんじゃないか。あとサイドボード後の特定のカードを探しやすくなって、レイライン・オブ・ザ・ボイドとかベスト・インピース、ね、先日ルールだと上にあってあーってよくあったんですけど、はい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 、それが今だったらちゃんと初手を7枚見て、うんうん、レイラインをちゃんと、持ってる状態でマリガンができる。じゃあまあ逆にね、コンボデッキはメインはただただ強くなるけど、コンボ相手にコンボ対策カードも引かれやすくなるってことだから、はい、サイドは結構な確率で出てくるという話を。じゃあ意外とそんなに恐れてるようなデメリはないかもみたいな。プロプレイヤーにちょっと海外で聞いてみたんですけど、うんうんうん、プロプレイヤーに聞いてみた とリミテッドはかなりいいんじゃないかと。やっぱゲームにならない試合が減るんですごくいいんじゃないかという話をしてたんですけど、そうだよね、そっちを俺も頭に浮かべて、ただ下のフォーマットはすごいまだわからないんじゃないかと、はい、ということでね、僕らの新マリガンルールについての結論は結論出せずっていう感じではい、じゃあ、はい、対戦していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いしますお願いします、お願いしますね、先手後手はちょっと俺ダイス振るの飽きちゃったから、なんか動画見てて毎回ダイス振ってるのを見てて、その前からハレリアからクソリパー持ってきたから、これで高いカード出た方が先手選べる好きな方選んでいいよ。ここに来るまでの間に俺がインチキできたかもしれないから好きな方選んでいい。じゃあこっちで、はい、で露骨に差がない場合はね、スタッフの方がチェックしてくれる。はい、え、なんか、まあ、合計額で高い方が選べるで、はい。ちなみにハレリアの X オリパは、ワンパック1000円で3万円になってます。いきます。はい、もう X だからね、何が出るか向いてみないと分かんない。せーの、え、すごい、せーの、ドン、お、すごい、レガシーっぽい。シンクホール対チェンライ、チェインライトニング、連鎖の稲妻。はい、ポーズ。日本語わかんないですけど、まあもうすげえイニシエのカード。日本語はわかんないねさあ、はい、次、じゃあ俺から、はい、せーの、ドン、お、え、あ、懐かしい、戦術の岩礁、懐かしい。これは微妙かな、安いな、500円ぐらいのイメージ。まあでもモダンでもたまに使われてる赤タンの溶接デッキ、はい、
さあじゃあ僕の2枚目でーん、おお、ジェムストーンマイン、あ、これ高い高い高いですよね。1000円以上するんじゃん。1000円のオリパでも1000円のカード引いて、まあ、2枚合わせたら絶対超えてますよね。超えてるね間違いない。まだもう1枚ある。それはエックスオリパーとかそもそも得やからだけど、ちょっとちょっとこうレイアウト、はい、ちょっとキーの、せーの、ドドン、おお、大好きこれ、キキジキ、鏡割りのキキジキ。はい、じゃあ僕の方はデデン、松ガンさん。あ、松ガン、松ガン、バトルワーム、世界トゲのワーム、本体にシューと。はい、ということでパッと見値段わかんないんで、じゃあ参考価格お願いします。状態いい場合の、はい、値段出ました。はい、はい、僕トモハッピーの方が鏡割りの聞き時期1200円、連鎖の稲妻500円、戦術の岩礁1000円で、参考価格ですよね、参考価格 合計2700円で、スムケンの方が世界史のワーム2000円、これ2000円驚きだよね。松田さんのグリル、あ、グリショールブランドとかシンクホール、はい、1000円、まあまあそんな感じするよね、再録されてね。まあそうっすね、昔6000円とかしたけどね。はい、はい、ジェムストーンマニー、なんと宝石鉱山、なんと2400円、つむけ合計5400円、出過ぎじゃない？1000円のオリパでおかしくない？どっちも1000円、まあ、ちょっと実際プレイド、これワームとジェムストーンマニー見たらプレイドだったりしたんですけど、はい、うん、これは多分大当たりパック出ましたって感じで、自分はもう絵も綺麗ですね。つむけんがバカみたいなすごいやつ引いたこれ大当たり、はい、ってことでじゃあ先手後手で、はい、後手でいいですか？じゃあ先手ね、あ、先手選びますか？せっかかった、はい、じゃあお願いします。お願いします。オッケーです、やりましょう。じゃあ、はい、じゃあ今日は真面目にいこう。はい、じゃあ日本選手、日本選手ワンマッチ、大会と同じルール、お願いします。お願いします。はい、今日はつむけんもハレリアアックスだね。その間バラバラだったかな。はい、はい、じゃあマリオチェックいきたいと思います。おお、え、え、すごい、すごい、え、すごいです、すごいですよ、これが。はい、ちょっと手札見ただけじゃ分かんないかもしれないですけども、僕の理想通りの動きができればマジもう KO ですね。はい、すごくないですでもキープです。はい、うん、はい、それじゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあアンダーグラウンドシーから、はい、フォールセラピーの中に、ああ、いいよ、放送日石の力、え、なんだこれだ、青くと勝った、いや、青くなかったら勝ちそうなんです。はい、わかりました。放送ビルはないです、はい、でも次引きます、多分ブレインストーンもあるし、もう遅いんですね。え、はい、あれピッチスペルないです、もう遅い、ペタルから決まる、いや、ロータスペタル、え、マジ、いや、僕の意識で、俺シャッフルしたよ、確かに決めた時で、黒さんが出たんで生き埋めを、で、早速じゃ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 、これは、嘘でしょ。はい、リーキメルフェニックスを落ちてで、セントベイトに何これ、ステージに3本当てるんですね。で、速攻なのでこのままこういう宣言です。あれ、ちょっと待って、墓地に他のクリーチャーいたら帰ってこないんじゃなかったっけ。いや、そんな書いてないです。昔の写真、そう、ネザースピリットそういう世代だからね。はい、11、はい、で終わり。11よし、無理じゃん。一旦目にして、これ無理じゃん。だって倒してもまたスペル2枚ぐらい狙がしでね、余裕迷っちゃうんだ、帰ってくる。ドロー、セラピーもあるの、半端ないね。すごいショットだった。10、しょうがないな、できることやるしかないな。失切断4点、はい、6点、はい、そうすると4点入ってむしろ食らうライフが増えて6、終わり、殴られて負けたい。はい、下下で、はい、あ、そうか、もう一匹出るからよりセーフみたいな、確実に何があっても、はい、はい、で、カバルセラピーフラッシュバックして、対象はこちらで、はい、フォースを見る、はい、はい、ありません。で、戦闘に入って、はい、サイカナイさんで帰ってきます。で、こういう負けまんた。すごい、これはすごい。
フェアデッキじゃ絶対倒せないね、今のスタートされたらね。1ターン目ですから、高速力妨害しつつ、新マリガン来た。早速嬉しい、新マリガン体験できた。マリガンじゃない方が嬉しいよね、いつの時代もね、どんなマリガンでもね。はい、キープします。現在そのルール変更によってキープの試合、マリガンの試合差みたいなのが上がってる気がしていいですよね。キープ、はい、そういうべきよ。はい、あ、じゃあ7枚、うん、じゃあ7枚取って新マリガンルール。お、いけそう。はい、7枚取って、でこっからいらないカードなんですけど、本物だけだと大体こういうひょっこり大体1人ぐらいいるんで、これを新ルールで下に送ってでスタートできる。新ルール強い、新マリガン強いな、そのデッキ。そうですね、フェニックス全部返せるじゃん、マリガンも。早速はい、いきます。セットしまわりで、アンダーグランシーカー、はい、テーブル気持ちなんです。強いスイのハーディア。はい、どうぞ。ボルカニックアイランドからヤングパイロン。おっと、いる。19で、はい、はい、はい、で終わり。どう、はい、うん、テラマンだ、終わり。全然でっかくなる気しないね。まだウォッチ2枚、6万かかる。まあレガシーは呪文が連鎖し始めれば一瞬ですから。そうね、闇の復讐強い、通った。で終わりです。黒ブレインストーン、はい、19です。はい、ではキープ開くして、はい、ソーサリーカウンター。侵襲手術、言いづら、侵襲手術、あれは達成して、はい、カウンターされて、応用が達成する。あの、ここにして、はい、どうぞ。キューブ、はい、どうぞ。で、3個唱えてる状態で攻撃に移りたいです。大事です、はい、結果的、はい、いくと、スタックのタブじゃん。手だ、大事。これはまずい。しかしこれ2点食らって16、トータル都合3点受けてる。あ、ビルも食らってるから16か。で、ただソーサのプテラが変身してしまう。はい、で、攻撃して14で終わります。ドロー、ランドでいい、ランドでいい、普通にランド、ランド、はい、変身13、5枚。外科的が見えない。はい、はい、フテラ、はい、変身し、順応して、アダプト4、順応4、アタック5点、13です。はい、で、アッキーボードが見えたシーンです。強いな、フテラちゃん。1点、はい、12、ルートが、はい、12点、はい、スルー、よし、ボードで、おお。死にそう。オブはフェニックスがいないため、まあまあ大丈夫。これ除去られないよね、なかなか。このでかいデカプテラ、ブレインストーム、はい、
ックやれば、はい、フェニックス絶対めくらない。5、はい、で通常だ、はい、ライフ5でボブ2体コントローラーもやばい、ね、はい、シアンであるか、食らわないことが可能か。フェニックスがね、ブロックがポンポン入ってないじゃん。テラマンバー焼けないよね、多分ね。すげえ本気を出せばいけるかもしれない。集まりに集まる。はい、獅子切断か。どうした、4、はい、もう丸が足りないぞ。はい、スルー2点な、はい、無理です、はい、はい、結果的だ、結果的効く。はい、お願いします。3本目、3本目はい、やなぁ、うっ、あー、おぉはい、先手キープで、ちょっと若干ね、不安はあるんですけど、これで気持ち系持ってきたいけど、多分ちょっと手札的に厳しいだろうと、独自系持ってくることになると思いますけど、それ以外はまあ、ちゃんと動画ありますし、はい、問題ありません。はい、新しいマリガンしたいけどできなかったです。キープです。はい、お願いします。お願いします。1.19。オーライ、じゃあ定語をキャストします。ペターも2日目撃沈しちゃったじゃない、初日よかった。7-1からでしたから ね、結構へこんでましたけど、はい、 OK。こっちは確定だけどなんですけど、これをどうするかっていうのはちょっと難しいです。欲しいのは欲しいんですけど、1枚だけ上で、はい、何かしております。おお、集め島を行って、はい、フォーモットクリプト、はい、終わり。懐かしや、はい、18、はい、やっぱり重さ、青マナどうしたら倉持ち、はい、見つけたらです。で、終わりです。うまく知識、はい、
僕。はい。15です。はい。絶対絶命。もうちょっと。もうちょっと。セットします。プテラプテラパンダ、これちっちゃい、ちっちゃい、でももう振っちゃうんですよ。そうだね。おお、よし、ラスト、いけます。おいです。オッケー、もうでかい。今そっちは12です。はい、もう始まりました。バックかかった、森、これはさすがにいったんじゃないの。土地ゼロ前で4ターン5ターン飛んだもんね。打率中、もうなんか消しときたいな、間違いが起きないように。間違いが起きないように消そう。はい、ありがとうございました。アルブンバリー1本目が全て。はい、というわけでハレリアコンバット2第5回、レガシー対決でお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。種目のいいところとして、はい、一度カード揃えたらね、うん、それでずっと遊べるっていうのがあるじゃんね、はい、でもその割になんかこう環境がマンネリじゃなくて、こういう新しいデッキ両方とも俺、はい、今日初めて使った使われたっていうデッキだったから、はい、うん、なんかそういう新しいデッキがね駆け上がってくることもあるから、なんかこう気を抜けないよね。結構面白いよね、新鮮さも時々。やっぱり年々その新しい強い魅力的なカードっていうのも増えるから、はい、レガシーのね今までの25年のカードプールの中でも結構活躍できることもあるっていうね。で本当にどんどん、うん、あの皆さん新しいカード積極的に試していこうと。ちなみに僕レガシーやっぱ始めるまでちょっと時間がかかったんですけど、もうその間ひたすら記事を読みまくって、ね、うん、はいはいはい、いざカードが揃ったらすぐできるようにっていうのをずっとやってました。2、3年ぐらいかけて、うん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 、カードが揃ったので嬉しかったんですけど、ね、すぐ始めて、もう今ではレガシーどっぷりです。どっぷり楽しみついちゃった楽しみ方多すぎて困っちゃうよね、マジックはね。毎年好き、一番のお気に入りはまあブースターフリッツだけどそれも最近のフォーマットですからね。そう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 、なんなら公式ではない、構築だったらレガシーかな。でも今のとこ、うん、レガシーやっぱ昔のカードを使えるのはすごくおじ的には、まあ、ちょうどいいよね。そうですね、そのゆっくり遊ぶ上の人はモダンレガシーおすすめだし、フォーマットが大きく動きづらいっていうのがいいです。そうだね、あの新しいカードが入ってきて新しいデッキはできたりするんですけど、そんなにあの自分が使ってたデッキが急にめっちゃ弱くなったとかそんなことはなかなかないので、はい、逆にね今アリーナとかで始めてそのどっぷりやりたいっていう人は、まあ、スタンダードとかねリミテッドとかね、もう新しいカードに慣れがてら、まあ、安く遊べて、環境はね結構フレッシュに入れ替わるからめっちゃ勉強になるんですよね。スタンダードとかっていうのは楽しみ方とね今のレベルに応じて、はい、はい、いろんな遊び方あるんでぜひ選んでもらえたらとか、いろいろやってもらえたらね。はい、最後に告知になりますが、明日3月9日、ハレリアトーナメントセンターではリミテッド新挑戦者決定戦が行われます。その翌日にはもういきなり神一決定戦もございますので、皆さん、関東近辺の方はぜひ振るってご参加いただければなと思います。ぜひぜひお願いします。お願いします。はい、実はその裏でスタンダード新モダン新決定戦もあって、そちらカバレージで、動画と両者が使うデッキリストなんかも公開させていただく予定です。熱い週末ですね。すごいです挑戦者決定戦と同時にその本戦も神対挑戦者のね戦いも、はい、行われますので、そちらも動画とかね、動画は YouTube ライブ、ツイッチ、そうですね、 YouTube で、あ、YouTube で、はい、はい、YouTube のねライブで動画もありますし、カバレージもあるよね。そうですね、デッキリストとかね、はい、お互いの読み合いとかもございますので、はい、はい、そちらの方もぜひご覧になってみてください。ぜひお楽しみに。はい、というわけで第5回ハレリアコンバット2へここで、終了したいと思います。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。チャンネル登録本当お願いしますまあなんならトモハッピーもついでにチャンネル登録してもらえるといいですけどはい、というわけでぜひ、トモハッピーさんのチャンネルも、はい、登録していただければと思います。
はい、というわけで改めまして本日はご視聴いただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。